毛抜きカたちたちは、三重県伊勢市の宗教法人寺院宮が所有するたち。毛抜きカたちたちは、平安時代頃に古代のたちが、後の日本島へ移行する、過渡期に制作された様式のたちであり、現存数も少ないが、元太島は、備品等が完備された貴重な例である。国の重要文化財に指定されている。なお、 指定当時の名称はけばつ形立ちであるが、1981年10月1日の常用漢字の告示に伴い、抜けの字に読み替えて使用される。元太とは1949年5月30日、当時の国宝保存法第1条に基づき国宝に指定された。文化財保護法の施行後は、 同法不足第3条第1項の規定に基づき、同法に規定する重要文化財となっている。指定名称は、毛抜き形立ちで、所有者名義は、伊勢神宮の正式名称である、神宮となっている。毛抜き形立ちは、同時代に金利を警護する F の役人が、廃用していたとされており、柄と茎が一体でかつ、毛抜きを左右に並べた形の透かしぼりがなされているのが、 特徴である。元太刀も他の毛抜き家たちたちと同様、自家刀からは安刀への過渡期の形状を表しており、制作年代も平安時代中期頃とされている。元太刀の刀身、柄及び唾には、矢傷や太刀による切れ付け傷が見られることから、元太刀が実践で使用されていたことが想起される。完成12年頃に編纂された。 古美術品の木版図録である、周古十種に、伊勢国大神宮像たち図として掲載されており、当時の刀層、刀身の記録が残されている。毛抜き形た,たちの特徴でもある、柄部分は、鉄地に銀装され、毛抜き型の透かしの周囲に、林道の唐草模様が浮き彫りになっている。また上下に、銀福神が施され、兜金と円金で、 これが固定され、塚頭の下止めから勝負側の手眼頂が垂れる。つば部分は四つ葉型で内を透かし彫りされており、切り幅二枚、二は身を抜いて一小鋼がうがたれており、いずれの金具も銀装でこしらえている。現在の鞘は白木で麻布に包まれているが、周行十種編三当時は二色包みであったとされる。帯取りやの,の二の足と攻め一個は当時のまま、 一の足、七月、渡り巻き柄のろかなものは、室町時代に補填されたものである。刀身を鞘から抜いた、状態刀身は、長さ二尺三寸四分、反り七分、元へ一分七輪、先へ一分一輪、元幅九分三輪、先幅六分六輪。しのぎ作り、丸胸、鳥居、しのぎ幅広く、切っ先比較的大で、ふくらややつき、育びに締まり、 平らにくに乏しい。今一部に窓を作る。波紋は細かく尖り、気味な低い乱陣となる。闘身全体としては、茎部分で急激に反る形である。毛抜き型の同した部分と闘身とは継ぎ合わせた、次中の一例だとされる。藤原秀里流宮城無でいるのず豊宮崎、文庫表門神宮長古館伝説によれば、藤原秀里が、 大見国蔵上山のムカデを退治する際に、琵琶湖中の竜宮より持ち出したとされ、死後、松江の赤堀家に伝えられたことが、草木作の東国紀行や人天愛能賞に記録されており、室町時代まで代々道家に秘蔵されていたとされる。その後、道家から山田の深い平大部下に養子師に出された際に持参されて、以来道家に伝わったとされる。教法年間には、 剣馬の上、当時の聖夷大将軍である徳川義宗の上乱に強制られている。完成後年12月に、網代広尾の計らいで、神宮内空の荒木田氏と、神宮下空の渡来氏の両言ネギが買い取り、豊か宮崎文庫に奉納され、同文庫の管理団体である、石中の管理下に置かれることとなった。明治元年の同文庫の閉庫に伴い、文庫内の財産は、 わたライフに関されることとなり、さらに明治3年六月に旧石中に完付されたことから、新たに文庫集という管理団体を結成し、当該財産の管理を行っていったが経営に行き詰まり、1910年に宇治山田市の旅館宇人館経営者、西田定介に当該財産が売却された。当該財産の一部蔵書が売却されていることが発覚したことを決起に、 これ以上の財産の散逸を防ぐことを理由に、財団法人審議会が1910年2月26日に、図書、重機を購入し、同年3月6日に神宮に奉納した。奉納された元太刀は、他の重機と同様に、神宮長古館に収蔵され、現在も同館で保存、公開されている。ありがとうございます。